はい、皆さんどうもおはようございます。今日は10月3日9時39分、ゆっくりめに出動して下げのね、いい時間帯ぐらいで目指してきました。濁り方はですね、今ちょっと船来ちゃったんでこれすごい濁ってますけども、昨日よりも 5% ぐらい薄まったかなって感じです。さらに、はい、なんかすごい水質良さそうな感じの濁り方ですけどね。僕は結構、あ、ナッコいる、嫌いじゃない、あんま濁ってないっていう方のジャンルで嫌いな、好きな色ですね。濁りが欲しいなっていう時にはちょっと足りない感じがしますけど、トップウォーターとかやる分にはこのぐらいね、ちょっと下から気づいてもらえそうな色がいいかなと思います。エメラルドブラウンって感じです。今この辺本当に今船がちょうど来ちゃったんで濁ってますけど、こんな濁ってないです。はい、ちょっと毛虫に気をつけながら水温見ていきます。さあ何度だ、昨日24度でしたからね。さあ今日は、今日も24度同じです。もう2、3度下がってほしいですけどね。まあ欲を言えば、はい、今日は最初はですね、スラムドッグモンスターを狙ってやってみようかなと思います。通常のスラムドッグモンスターです。はい、こちらいきます。まあ流れも効いてるんでね、ワンチャンありそうですけどね、全然。はい、お願いします。よいしょ、はい、H の後ろのヨレを狙います。こんな遅い時間帯に釣り船出船するんですね。もっとなんか6時台とかそういう時間帯のイメージ。あ、イナコいる、イナコいる。ちょっとこれより小さいですね。そこのなんだ、あ、ほらほら、いるいるいる。スラムドッグモンスターよりも小さい、10センチぐらいのイナコは今。毛虫気をつけないと。群れになっていますけど、そんなに大量の群れではないです。ただ結構来た時にウがいた、あ、結構いるか、結構ウがいたので、まあそういった面ではね、ベイトは非常にいるんだなという感じは受けます。そして結構暑い、気温はそうでもないんでしょうけど、日差しがめっちゃ強くて暑いですね。この後は、あれですね、なんだっけな、アイアンマービーとかの55とか小さめのやつでやってみようかなと思ってます。ほらね、トンビとか鳥はまあまあ飛んでるんですよね。めちゃくちゃじゃないけど鳥は飛んでます。ただ人はアングラさん少ないです。一番上流の角のところに1名と下流側に H のところに2名ぐらいいらっしゃいますけど、黒大師さんかな、あとシニングやってる人かなって感じですね。ちょっと沖へやってみましょうか。はい、まあこれは、まあ、ある程度の運も絡んできますからね、回遊するタイミングとかそういうのもあります。いやー、ちょっとこの2日間、まあ、ずっとやれるわけではないんですけど、まあ、体力面と相談しながらではあるんですが、なんとかね、一発いいサイズ出したいですね。夜はね、ちょっとあんまりやってないので、最近まだね、体調崩してからちょっとやってないんですけど、夜も本当はやりたいんですけどね。まあ、ちょっといろんなお会いするアングラーさんにお話聞きながら情報などもね、収集しつつやっていけたらなと思います。はい、そんな感じで、まあ、あっちは濁ってますけど、こっちが真実の色ですね。エメラルドグリーンブラウン、エメラルドとグリーン一緒ですけど、グリーンブラウンって感じです。白ブラウンってよりかはグリーンブラウンって感じで、とてもいい色だと思います。はい、では、今日の調査は一旦この辺で終わりにして、
この後復活できるように頑張りたいと思います。では、また後でお会いしましょう。失礼いたします。ちゃんと食ってきた。よし、小さいけどやった、釣れた。ゴンってきました。ゴンって、フッコサイズですね。35ぐらいですかね、38ぐらいあるかな。いい感じの当たりでした。ありがとうございます。やったー、久しぶりに釣れた。とデイゲーム、あ、大丈夫です。いい感じ。よし、ちょっとじゃあ逃がしますね。サイズだけ測ろうかな、小さいけど。はい、じゃあ一旦失礼します。サイズだけ測ります。はい、38cm のね、かわいいシーバス君が連れてくれました。当たりはでもすごい良かったです。ゴンってきました。はい、いけるかな。久しぶりのデイゲームで今当たりがゴンときました。はい、コロナ復帰後初のシーバス、ありがとうございます。あのね、この手前の H と H の間のゴロタが始まるぐらいのところを斜めにこう通してきたら、ぐーっと回ってきたらですね、グンとゴンってきましたね。はい、いい感じでした。ありがとうございます。失礼します。